はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はハーツオブアイアン4続きをプレイしていきたいと思います。で、前回までにですね、ギリシャを攻略してドイツがポーランドへ侵攻したというところで、いよいよ欧州大戦、世界大戦が始まりそうな気配が出てきているという状況でしたので、今回はですね、まあそのフランス本土にある潤沢な資源、まあ、特に鉄ですねを獲得するためにですね、ドイツに先駆けてフランスへ侵攻をかけていきたいなというふうに思っています。で、今資源マップを見てますけども、どうしても欲しいところで言うと、まずは飛行機作る上で非常に重要になってくる、ここフランス領プロバンスにあるアルミ120と、あとはここですね、アルプスにある鉄56、まあ、できればですねローヌの方まで進行していけば、さらにアルミと鉄が手に入ると。で、欲を出すんだったらラングドック、ここにはアルミと鉄が潤沢にあるので、まあ、ここをね、なんとか取りに行きたいなと。まあ、最低でもプロヴァンス、アルプス、ここはどうしても欲しいかなというふうに思っています。なので、まあ、この辺りをね、重点的に攻略するために兵を送っていきたいというふうに思ってますので、まずは外交でフランスに対して、宣戦布告するための準備をしていきたいというふうに思います。フランスに対して、戦争目標の正当化を選択して、政府ですね、まあ、どこを取るかというと、まあ、プロヴァンスとかでいいでしょう。45日間ですね、送っていきましょう。で、それに並行して、特に重要になってくるのがアフリカ領にある、まあ、イタリア領ですね、エチオピアとこのリビアを防衛するための戦力がどうしても必要になってくるので、あらかじめそれらの戦力を送っておきたいなというふうに思います。今徴兵ですぐに送れる部隊はいないかとなると、何ターンか送っていかないといけないですね。何週か、で、ユーゴ方面には兵は必要ないといえばないかな。ギリシャにいきなりフランス軍というか連合軍が上陸してきても困るしなというのもありますしね。まあ、このあたりはちょっと様子を見ながらという形になりますかね。では時間を進めていきましょう。まあ、できればこのリビアにある国境ですね、イギリスとの国境をもうちょっと増援を出しておきたいかなというところですよね。北アフリカ対2軍がちょっと5師団だと足りないな。せめて10師団は欲しいですね。あとはこのエチオピアに駐屯させているこの部隊、対アフリカの第2軍、これもちょっと戦力が不足しているかなって感じですね。なのでこの4師団を一度外しましょう。4師団を外してこれを再編成していきましょう。そしてこれらを イギリスとフランスの
このソマリランド近辺ですねの防衛に当たらせましょう。でドイツに送っていた義勇軍ですね、ポーランド侵攻のための義勇軍、これを急いでワルシャワ方面へと進出させていきましょう。これでちょっとでも陸軍の、ね、経験値を稼げればというふうに思ってます。そしたら4個師団を徴兵できたので、この4個師団を早速リビアに上陸させていきましょう。ポーランドの降伏が早かったなぁ。思ったより全然早かったですね。もうちょっと時間かかるかなとは思ったんですが、ドイツから陣営への招待が来てますが、まあ、これはちょっと無視しましょう。ベルギーに対して宣戦布告か。ってことは次オランダあたりに行くでしょうということを踏まえて、オランダの方まで進行していきましょう。兵を戻します。もうすでに国境付近にドイツ軍が展開してますからね。で、この師団が到着しましたので、これを配備していきましょう。次は空母への注力を行って、空軍改革にはもう終わってるのか。となるとどうしようかな。要塞化への注力、これをやっておきましょうか。これを対北アフリカの第2軍に編成をしておきましょう。まあ、アフリカは防衛、まあ、前回とちょっと言ってること変わりますが、アフリカは防衛してフランス本土への侵攻を、まあ、早めるというのをね、やっていきたいと思ってます。であとは連合軍の本土上陸を、まあ、警戒するという意味で、特にローマ近辺にはもうちょっと防衛の設備ですね、入れていきたいなと思います。まずは沿岸要塞かな。ソ連のポーランド活場が入って、イベントとしてはですね、まあ、建設が間に合うのかっていうのはあるんですが、この辺り、トスカーナ地方、ローマ近辺は敵が上陸してくる可能性が高いですからね。
とは飛行機の配備も万全にしときましょう。で、今、フランス領への侵攻が可能になりましたので、早速じゃあフランスに宣戦布告していきましょう。まあ、何よりも、ドイツよりも先にフランスの潤沢な資源がある場所を取っておきたいですからね。まあ、警戒しなきゃいけないのはどちらかっていうとイギリスなんだよな。フランスはいざ開戦が進んでくるときっとそれどころじゃなくなる。このアフリカに構ってる余裕がなくなるんじゃないかなと思うんで。ちょっとだいぶアフリカギリシャに戦力を割きすぎてるので、まあ、心配な一面もありますが、まあ、前線を一応指定しておいて、攻撃線としては、先に宣戦布告を入れちゃいましょう。で、これによって進行が可能になったので、まあ、この辺り一帯の攻略ですね。で、対フランス第2軍、こちらの方がどちらかっていうとね、精鋭が揃っている部隊ではあるんですが、これを沿岸沿い、海岸沿いへと進行させていきましょう。もう一度確認しておきますが、今回の戦争目的は、まず最低でもこのプロヴァンスにあるアルミ120。で、できれば、ラングドックにあるアルミ、鉄の資源。で、それが対フランス第2軍の使命ですね。対フランス第2軍。で、対フランスの第1軍に関しては、アルプスにある鉄とアルミで欲を出すんだったら、さらにその先っていうところになってくるかなと思います。まずはこんなところですかね。で、恐れているのが連合軍のイタリア本土への上陸なので、まあ、それを警戒するという意味で飛行機を飛ばしておきましょう。戦闘機。あとは対艦攻撃機をフランスと戦争が始まったことによってきっとすごい勢いで連合軍が押し寄せてくるんじゃないかなと思いますので、対艦攻撃機もシチリアに配置しておきましょう。まあ、こんなところでいいかな。では早速ぐいぐい見ていきましょうか。まあ、なんとかね、目的としている資源の獲得に対してしっかりと効力を発揮していきたいところですよね。
で、空軍のドクトリンは最後まで進んだかな。いや、まだもう一個ありますね。前線迎撃。これを入れていきましょう。敵空域に近接しながら作戦を実行することで、敵の航空機がこちらの、目標に接近する前に迎撃が可能と。いいですね。で、義勇軍は受け入れ。ハンガリーからも、ニコシダ。スロバキアから不可侵条約。ドイツとも不可侵。資源の不足って、石油とゴムか。そしたら、早速ですけど、貿易していきましょう。まずは石油。アメリカから石油を。ゴムですね。ゴム。イギリスからはもらえないだろうし、オランダも無理だろうとなると、シャム。タイだな。貿易財が足りなすぎて無理か。民需工場をちょっと立てていかないと厳しいかな、ここまで来るとね。イギリス軍が参戦していないうちにできれば。お、フランス早いな、ドイツ。資源がほとんど獲得できないまま終わっちゃったかな。マジか。全然早かったですね。ほぼ何もできなかったと言っていいな。目的を達成できなかった。そしたら、どうしようかな。ちょっとだいぶ目論見が外れてしまったところではあるので。まあ、一応ドイツとの国境境に部隊を展開しつつ、主力の対フランス第2軍を一度引き上げましょう。対フランス第2軍を、そうだな、ソマリランドからイギリスを駆逐するというのも手ではありますけど、資源っていう意味で言うと、ソマリランドって全然美味しくないもんね。となると、まあ欲しいのは、この自由フランスから鉄36かな。まさかな。あっという間に奪われるとは思わなかったからな。そうすると、資源マップの観点で言うと、やっぱここにある鉄、アルジェにある鉄か。本当はね、石油も欲しいんですよね。石油ゴム、石油とゴムっていう観点で言うと、どこが美味しいのかな。
まあ、ここに石油がちょっとありますけど、2だからな。トルコとかは、もう完全に、タングステンかな、これは。石油とゴムって考えると、ルーマニアだよね、ここ。そうだね。ルーマニアの石油70は欲しいですね。ゴムで言うと、やっぱり東南アジアになっちゃうのかな。ゴム、やっぱタイですよね。ゴム70とかね、ありますからね。イギリスはそう考えるとやっぱり圧倒的だよな。持ってるその植民地の量が多いので、資源が潤沢にありますよね。まあ、自由フランスを攻めるってあんまり美味しくないよな。イギリスとかは敵に回すだけで。かといって、ユーゴ、ちょっとユーゴとの外交状況を確認しておきましょうか。ユーゴとは、軍事通行と不可侵条約。ってことは、ユーゴの領地はスルーできるので、ハンガリーかルーマニア、もしくはトルコ。でもな、ギリシャって考えるとブルガリアっていう選択肢もありますよね。ユーゴを介して、陸伝いに侵攻できるのがハンガリー、ルーマニア、ブルガリアですね。で、フランスにするんだったら、アフリカ戦線で言うんだったら、まあ、結構ね、広大な領地か、を、まあ、ちょっとその相手取るというか、カバーしなきゃいけないっていう意味では結構厳しいかなって感じもするんですよね。いや、本当に悩ましいな。って考えると、まあ、無難に、まあ、トルコとかがね、この後連合に行くって可能性もありますけど、守りやすさで言うとやっぱブルガリアとかのが守りやすいですよね。あとはハンガリー、ルーマニア、これがソ連とどういう関係になるかによるな。ソ連との関係をどう考えるかっていうのはちょっと考えていった方がいいですね。ソ連とはどうだ？あんまり関係は良くなさそうだな。って考えると、ソ連と戦争になる可能性もあるので、ソ連と国境を接していないブルガリアに標的を決めましょう。で、ブルガリアの資源はというと、いやー、あんまり嬉しくないな。アルミが2か。いやいやいや、これ本当にかなり微妙だな。わざわざルーマニアを攻略する価値がちょっと見出せないですね。となると、やっぱり石油が結構あるルーマニアだよな。ユーゴを経由してルーマニア攻略。これが一番良さそうかな。他なんかいい案ありますかね。ハンガリーってどうだっけ？ハンガリーは資源的にはアルミはめちゃくちゃあるけど、今欲しい石油は1か。本当に難しい選択ですけど、ちょっと考える時間も欲しいので、30分ね、経ってない、ちょっと短めではありますが、今回一旦ここで終わりにしてですね、次回ちょっとフランス戦線が思ったよりも
早くドイツが攻略してしまって資源が手に入らなかったので、次の資源どこに獲得を目指すかっていうのをね、検討していきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。